ベイランゴダ、アナンダ・マイト・レイヤ、バランゴダ・アナンダ・マイト・レイヤは、スリランカの仏教学者。20世紀最高のジョーザブ仏教僧の一人。瞑想によって優れた精神的修行を成し遂げた、最も尊敬される、スリランカ仏教僧の一人とみなされている。ささやかな生活を送りながら、世界における仏教の伝播のために尽力した。スリランカの仏教徒からは広く、 菩薩としてみなされていた。今も20世紀スリランカの僧侶で、最も尊敬されている一人である。1896年8月23日、キリンディガラバランゴーダで、ナマチザスアップミと、ビーヘイエンマニケの間に生まれた。15歳で仏教像になることを決め、1922年3月2日に、スリランカのバランゴーダ。 ウトムラのスリナンダラマーヤージーンでシャミとなった。僧侶になった後も研究を続け、後に仏教、言語学者となった。1919年にコロンボのアナンダカレッジに入学。1922年には同大学の教師となった。アーナンダ・マイトレイヤは1925年に設立されたコロンボのナーランダカレッジで初めてのダンマーチャリアとなった。 その後、彼はスリランカのビディオダや大学における大乗仏教の教授になった。彼は1963年に仏教学部、学部長のポストに任命された。1966年10月1日に彼は同大学で副学長のポストに任命された。アーナンダ・マイトレイヤは優れた瞑想者として有名だった。彼は サまタ瞑想とビッパッサナー瞑想の両方において熱心な実践をしてきたとされ、瞑想によって高い境地に至っていると考えられた。その教えと人生は多くの僧侶や信徒に影響を与えている。仏教の伝播のために世界の多くの国に旅した。1998年7月18日11時40分に101歳で死去した。ありがとうございます。